類を改ざんしたりして無理やりお金を貸して純利益が出てない赤字状態になっちゃってる。ダントツで利益率が高いということです。どうも皆さんおはようございます。人を巻き込む天才石野さんです。よろしくお願いします。今日はですね、危ない銀行ランキングというテーマでお話しさせていただきます。これどういうことかというとですね、銀行にお金を預けておけば皆さん安全だと思ってますよね。安全だから銀行にお金を入れてるんですということなんですけれども、それは間違いですよというお話ですね。まあ実はこの似たような話をですね、マネーセミナーっていう動画シリーズでさせていただいていて、まあ、ちょっとその概要だけ今日少しお話ししておきたいなというふうに思うんですけれども、詳細はマネーセミナーの動画シリーズで見てください。で、一応ね、そのマネーセミナーでお話しているお話なんですけれども、おさらいしておくとですね、まあ皆さん日本人は特に多いんですけれども、安全だから多くの資産、ほとんどの資産を銀行に預金、貯金しているっていう方が多いんじゃないかなと思います。でですね、こちらのグラフはですね、日本人とアメリカ人の保有している金融資産の割合を表しています。どうですか？日本人はほとんど預貯金に入れてます。なんですけれども、アメリカ人は預貯金少ないですよね。要はまあすぐに使う分だけ預貯金で置いておいて、ほとんどを株式であったり投資信託であったり保険に入れてるということですね。で、まあ、なんでこんな違いが出てくるかっていうことなんですけれども、まあ、日本人は安全だから預貯金に入れて、アメリカ人はギャンブラーだから投資してるのかっていうふうに思われると思うんですけれども、違います。アメリカ人も日本人と全く同じ理由で株式であったり保険に入れたりしてるんですね。つまりですね、そっちの方が安全だというふうにアメリカ人の方は考えているというふうに思ってください。これなんでかっていうとですね、まあ、日本あんまり物価上がってないんですけど、とはいえ日銀としてはですね、毎年 2% ずつ経済成長していきましょうということで、まあ、インフレ率 2% というのを目標にしてますよね。つまりですね、物価は徐々にずっと上がっているんですね。にもかかわらず銀行って今預金、普通預金の利息って何パーセントかご存知ですか？ 0.001% か 0.0001% か、ちょっと忘れましたけど、100万円を1年入れて、まあ10円とかしか増えないっていうレベルの預金利息しかつかないんですね。つまり、普通預金にお金を入れておくと、額面としては減らないんですけれども、まあインフレでね、物価が上がってしまうと価値としては減っちゃうよねっていうことが言えます。なので、アメリカ人はね、銀行に入れておいたら価値が減っちゃうので、物価変動に負けない利回りを出せる株であったり保険に入れてる。つまりね、保険って言ってもですね、日本人が入る保険とは全然違っていて、まあ運用系の保険とかね、まあ日本とアメリカってかなり保険の内容違うので、まあ、日本ではありえないような商品がたくさんあるんですね。まあそういった保険に入っていたりとかっていう風に、資産運用っていうのをちゃんとした知識を持ってやってる方が多いということですね。まあ日本人はですね、あまりお金についての教育っていうのはされてこないので、どうしてもね、投資は危険なものだとかって考えちゃう人が多いんですけれども、実際には銀行も危険ですよっていうのがマネーセミナーでしているお話で、でそういった形で、ね、資産運用をしていた結果、保有している資産がどうなったかっていうのがちょっとこちらを見ていただきたいんですけれども、まあ、アメリカ人の保有資産は、まあ、ものすごい増えてます。まあ、これ推移が見れるんですね。この円の大きさが増えた資産全体の個人資産の金額だと思っていただければいいんですけども、アメリカの方は、まあ、めちゃくちゃ増えてるんですけど、同じ期間日本は、まあ、貯金していってるだけなのでほとんど増えてませんっていうのが見ていただいてわかるんじゃないかなと思います。ということでね、正しい知識を持って資産運用していただくっていうのは非常に大事ですので、まあ、その詳しい話に関してはね、マネーセミナー動画シリーズで見ていただけるといいのかなというふうに思います。このチャンネルのね、再生リストというところがありますので、そこからマネーセミナーの動画シリーズ見てくださいということでですね、まあ、その話は今日のメインの話ではなくて、今日の話はですね、本当に危険だっていう話で、もう銀行自体が倒産しちゃうんじゃないか、危ないんじゃないかっていう話ですね。ということで、本当の意味で危ない銀行ランキングの話をちょっとさせていただきたいなというふうに思います。このチャンネルではですね、こういったお金の話であったり、税金の話、それから公認会計士の勉強法の話であったり、ビジネスの話や経営の話なんかもしたりしておりますので、そういった分野にね、ちょっとでも興味あるよ、興味持っていただけたっていう方がいましたらですね、ぜひチャンネル登録をしてフォローしていただけると嬉しいです。またですね、こんな話をしてほしい、こんな動画を撮ってほしいっていうリクエストなんかありましたらですね、コメント欄に書いていただけますと、私すべて目を通していますので、そちらの方もコメントの方もぜひしていただけると嬉しいです。はい、では本題の方に入っていきます。今日のね、内容っていうのは、この危ない銀行のランキングどこから持ってきたかっていうとですね、産経ビズっていうネットの記事から持ってきています。なので詳細についてはですね、そちらの元データの方を見ていただけるといいのかなというふうに思います。私の方ではですね、この記事の中から気になったところをピックアップして、ちょっと
と皆様に注意喚起の意味も込めてお話ししていきたいなというふうに思っております。万が一ね、銀行が倒産してしまうとどうなるかって皆さんご存知の方多いと思うんですけれども、基本的にね、銀行に預けてるお金ってまあ1000万円までは実は保護されています。なので1000万円以上の預金ないよって方はですね、倒産しても一応お金戻ってくることになっています。なんですけども、1000万円を超えて2000万3000万っていうお金を銀行に入れてる場合はですね、その1000万を超えた部分っていうのは銀行が倒産すると戻ってこない可能性が高いのでですね、このランキングっていうのはちょっとね、コロナの状態になる前の数字のデータをもとに作られてるランキングなんですけれども、今ねコロナで金融機関ってお金貸しまくってるんですね、会社に。なんですけれども、それがね、会社が倒産して貸した金が返ってこないってなると、この数字よりさらに悪化するっていう可能性がありますので、まあもっと状況は悪くなってるんじゃないかなというふうに思います。でこの話はですね、メガバンクだからといって安全であるかというと決してそうではないということで、例えばね UFJ とか SMBC ってめちゃくちゃでかい銀行ありますよね。なんですけど、これらの銀行ももう店舗を減らしまくってるんですね、実は。で経営のスリム化を進めて、まあ経費とか店舗があるとそれだけね、人件費とか固定費とかいっぱいかかってきますので、店舗を減らして経営のスリム化を進めたりとかっていうことをメガバンクもやっておりますので、メガバンクだから安全だというふうに思わないようにした方がいいんじゃないかなというふうに思います。で今回のねランキングなんですけれども、産経ビズではですね、実績 ROA、 自己資本比率、当期純利益の増加率という3つの指標で87の銀行をランキングしています。で実績 ROA というのは何かっていうと、銀行の総資産の利益率ですね。要は銀行が持ってる資産、全ての資産を使ってどれだけの利益を稼ぎ出せたのかっていうのを表している比率が実績 ROA です。で自己資本比率っていうのは、銀行が持ってる総資産のうち自分で調達してきたお金、借りた金じゃないお金、自分の本当の意味での自分のお金は何パーセントあるのかっていうのを表しているのが自己資本比率ですね。要はですね、銀行って皆様が預けたお金を持ってますよね、資産として。それをまあ会社とかに貸して、で利息をもらって稼いだりっていうことをやってるんですけど、皆様が預けたお金っていうのは銀行にとっては負債になるんですね。要は皆様から借金をしているような状態になってるということです。なのでこの皆様が預けたお金っていうのは銀行の自己資本にはなりませんっていうことですね。銀行が過去に自分で稼いできたお金なんかがこの自己資本というところに入っているというふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で純資産の増益率っていうのはですね、去年と比べてどれだけ利益が増えてるか、まあ去年が100だったものが200になったら 100% 増えてますねっていうような意味合いで考えていただければいいのかなというふうに思います。この3つの指標でランキングをされているということで、まずねワースト、この危ない銀行ランキング87位、ワースト1、つまりまあ言い換えると、ね、一番安全性が高いと言われている銀行から見ていきたいというふうに思います。ワースト1位はですね、みずほ銀行です。みずほ銀行はまあ一番この中では安全だというふうに言われている、一番潰れる可能性が低いんじゃないかなというふうにランキングされているっていうことですね。まあさすがにね、みずほが潰れるとかなり影響大きいので、まあそうであってほしいなというところではありますということですね。で86位、ワースト2位が鶴ヶ銀行。鶴ヶ銀行はここはですね、収益性が結構高くてですね、実績 ROA が 0.7%、 つまり総資産に対する利益率が 0.7% なんですね。でこの数字を聞いて高い低いっていうのを、まあ一般の会社を見てる方からするとすごい低いんじゃないかなっていうふうに見えると思うんですけども、銀行っていうのはそもそも総資産がすごい大きいので、銀行の中では 0.7% っていうのはかなり優秀です。ただですね、この高い収益率っていうのは実はですね、高い金利でまあお金を貸してたからこの高い収益率っていうのを出せていたんですけれども、その貸していた対象の多くが不動産投資家だったんですね。なんですけれども、ここね、数年前に実はですね、不正融資っていうのが問題になりまして、まあ、今後ちょっと駿河がどうなっていくかっていうのはちょっと微妙なところではあるのかなというふうに思います。私も実は使ってたんですけれども、不動産投資家にね 4.5% とかのまあ普通の銀行よりも高い金利でお金を貸してたっていうことで、まあ高い収益率を出してたっていうことなんですね。ただね、その融資を引き出すときにやっぱり審査っていうのがあるので、まあこの人返せる能力ないよねっていう人には普通お金を貸せないんですけれども、その書類を改ざんしたりして、まあ、無理やりお金を貸して 4.5% の利息を取ってたっていうのがちょっと明るみに出てしまって、指導が入ったりとかね、いうことがありましたので、まあちょっとね、今後この実績 ROA 利益率っていうのは下がっていく可能性もあるのではないかなというふうに思ったりしております。で財務指標的に見た時にですね、めちゃくちゃ素晴らしいのがワースト4位、84位のセブン銀行。ここはですね、ちょっと他の銀行とは全く違う強みを持っていて、
実績 ROA が 2.35%。 これもね、この数字だけ見ると高いのか低いのかわからないと思うんですけれども、そもそも 1% を超えてる銀行というのがこのセブン銀行だけです。さっき駿河銀行 0.7% で高いって言いましたけど、おそらく駿河銀行が2位じゃないかなと思います。このね、セブン銀行というのはダントツで利益率が高いということです。で、さらに自己資本比率が 20.3% あります。私は普段ね、普通の中小企業の話なんかするときに、どうにか 60% 目指して銀行の最高評価取りましょうみたいな話をするんですけども、銀行で言うとですね、20% って異様に高くてですね、これもですね、自己資本比率 10% 超えてる銀行って実はセブン銀行しかありません。その状態で 20.3% なので、もうダントツで自己資本比率が高いということが言えると思います。で、なんでこんな素晴らしい数字を出してるのかっていうとですね、他の銀行とは全く違う強みを持っているからですね。まあ、皆様ご存知だと思うんですけれども、セブン銀行ってコンビニのセブンイレブンに ATM をいっぱい置いてますよね。で、基本的な業務ってそれだけなんですね。つまり店舗もなければ、まあ、従業員も基本的にいないと。店舗がないってことはそこにいる従業員なんかもいないってことで、経費が全然かかんないんですね。普通の銀行がやっているその皆様が預けたお金、まあ預かっているお金を人に貸して利息を取るっていう貸金、まあお金を貸すっていう事業をやってないんです。つまり普通の銀行の本業に当たるものを全くやってなくてですね、ほぼ全ての収入が ATM の手数料なんですね。そういうね、他の銀行とは全く違う収益モデルをやっていて、これだけすごい実績を出しているということで、まあこれはですね、目の付けどころがすごい良かったんじゃないかなというふうに思います。ではちょっとね、ランキングの方また見ていくんですけれども、大きいところでですね、ゆうちょ銀行は69位、 SMBC は61位ということで、まあ比較的安全圏にいるのかなというふうに思います。で、りそな銀行も48位ですね。で、地元茨城、私の地元の茨城ですね、の最大の銀行って常陽銀行っていうところなんですけれども、この常陽銀行っていうのは足利銀行と一緒になって、芽吹きフィナンシャルグループっていう名前になっているんですけれども、この芽吹きフィナンシャルグループが35位と、まあまあと半分よりちょっと危ない位置かなっていうところにいます。で、上位20位以内になってくると結構危ないのかなっていう印象があるんですけれども、なんとね、17位三菱 UFJ が出てきます。なので、まあ UFJ って結構日本で一番ぐらいに大きい銀行だと思うんですけれども、17位ということで、まあ結構危ない可能性があると。まあさっきね、店舗をめちゃくちゃ減らしてるっていう話をしましたけれども、こんなに大きい銀行でさえそんなに盤石な状態ではないんじゃないかなっていうのが見て取れるっていうことですね。で、こっからはですね、トップ3、特に危ない銀行3つだけちょっと発表していきたいというふうに思います。3位、清水銀行。これは静岡の銀行ですかね。で、2位が島根銀行。で、1位、道の府銀行。これは北海道の銀行ですかね。まあ一番危ないとされているのが道の府銀行だということで、これらのね、銀行を使ってる方なんかすぐに倒産するっていうことはないと思うんですけれども、まあ、1000万円を超えるお金を入れてるということであれば、もしかしたらね、他の銀行に移すなっていうことも考えてもいいのかなというふうに思ったりもしますが、まあすぐに倒産することはまあないと思いますので、そんなに慌ててお金を引き出したりとかそういう行動は起こさないでいただきたいなというふうに思います。で、この3つの銀行ね、何の指標が悪いのっていうとですね、自己資本比率そんなに他の銀行と大差ないんですけれども、この3つだけはですね、実績 ROA が赤字なんですね。つまりもう純利益が出てないと赤字状態になっちゃってるということなんですね。純利益増加率っていうのも、もうめちゃくちゃな数字になっていて、マイナス何百パーセントみたいな感じで、まあ、前期、まあ、おそらく前期黒字だったものが今期赤字になったということで、まあ、ものすごいマイナスになっているということで、このワースト3になっちゃってるということですね。やっぱり銀行であってもね、普通の企業であっても赤字を出すと会社としては確実に悪くなっていくということがありますのでですね、ぜひね、中小企業経営者の皆様におかれましてはですね、無理やり節税して赤字にして税金をゼロにしようとか、そんなことは考えずにですね、黒字をどうやって出すかっていうところに、焦点を絞って経営に取り組んでいただけるといいのかなというふうに思います。今回ね、紹介した銀行かなり少ないんですけれども、ネットで産経ビズの記事見ていただくとですね、87位まで全て載っておりますので、気になるよって方はですね、地元の銀行、あなたが皆様が使っている銀行が何位ぐらいなのかっていうのを見ていただけるといいのかなというふうに思います。ということで本日の内容は以上になります。このチャンネルではですね、こういったお金の話であったり経営の話なんかを普段したりしておりますので、合わせて、見ていただけると嬉しいです。またですね、こんな本を作ってですね、お金に関する教育なんかをしております。今日最初に話したですね、マネーセミナーの話しましたよね。預金は安全じゃないという話で、まあ、そういった話であったり、正しい投資とはどういうことを
やればいいのかっていう話を詳しく解説しておりますので、そちらを見ていただいて正しい資産運用を学んでいただいて、老後2000万円問題なんかでね、困ることのないように正しく資産を運用して、手持ちの資産を増やしていっていただければなというふうに思っております。ということで本日の内容は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。